土佐絵馬物語この番組は高知県神社町高知銀行ユニバース絆グループ高知ケーブルテレビの提供でお送りします <music> こんにちは田村和郎ですこの番組では県内の神社や寺院に奉納されている絵馬を1年間にわたって紹介していきました 先週の放送でちょうど50回目を迎えましたそこで今日はエマの解説者としてご同行いただいた3人の方に改めてエマについてまたこの番組についてお話をいただこうと思いますまず第1回にもご登場いただきました高知城歴史博物館の渡辺淳館長にお伺いしました改めてエマっては何なんのかというあたりをちょっと 伺ってみたいんですが、ね、まあそもそも人々が何か神様にお願いをするとか、うん、あるいはそれが叶った時とかお礼、うん、として実際は本当の生きた馬を馬奉納をする、うんすね、ということだったんですねそれがだんだんまあ実際の馬から、まあ、絵の馬になっていって、うん、絵馬で絵馬というのが成り立つんですね。 意義をどんななににご覧になってます第1回目に訪れた、芸勢、うんえー、村のクエにあった新田神社ですあクエ地区というのは、かつて何百人も住んでたところですけれども、うん、まあ明治以降、あるいは高度経済成長以降、うん、どんどん人口が減って、うん、今も1軒、もう人しか住んでいないと。 まあその中でもまあ神社のお祭りにはその出身者がみんな集まってこの神社を護持し続けていると、まあ、それだけこう村の気持ちの集まるところとして神社があるわけですね、まあ、そこにまた思いを込めた山が奉納されるということでまあ二重のこの思いというのが山にこう凝縮されているんじゃないかと思って。 人は去ってもなんか心のよりどころとして山中の神社があり続けるとまあそこにお祭りで来ると絵馬があってまあみんなで話してということですね 1>、はい。1年間やってきましたけどもどうですかまだまだご紹介するだけのもうたくさんのものがあるんじゃないでしょうか, <laughs> うかまま題材もありますし、うん、まあこの頃はまた えー、例えばビラフ神社とかではアンパンマンの絵馬があったりとかもう新しい絵馬もどんどん作られてますよねそういうのを見ても楽しいのかもしれませんし自分の地域の村というのに一回ちょっと覗いてみると必ずや絵馬があって、うんまあ、あまり見たことがないものがあるというのでそれを通じて自分の村というものを発見できるかもしれませんね。村、はい、の新田神社 本当に周りには何もない杉子たちの中に神社だけがポツンと残っていましたね。今も祭りの時にはあの場所に皆が戻ってくるというのを聞きますと、神社が特別な場所だったんだと改めて思います。渡辺館長にはその他、藩主山内家が奉納した絵馬などもご紹介いただきました。 続きまして、高知市立自由民権記念館の筒井周一館長にお話を伺いました土佐ならではのなんか特徴的な部分、角度っていうのはあるんですかこういうのはどうしても比較、全国的な調査があって、比較をせないといけませんので、性格のことは分かりませんけれども、自民権のエマというのは、うん、もしかしたら土佐ならではかもしれません。とにかくエマをあちこちこ見てて回って なんかあの昔の人の生活も伝わってくるしなんか思いも伝わってくるしまた地域の特徴みたいな言い方がありますけれどもいろんなこう観点で描かれた、うん、あるいはその奉納されたものですね、うん、何らかの神様へのこう思いというのがねあるわけですねそういうものが各地域地域に残っているっていうのは非常に重要なことじゃないかと思います。 そのほか自由民権というとね若若宮八幡若宮八様の自由万歳そうですね九五北村の若宮様に自由万歳という旗が描かれた絵馬があるわけですね。で描かれた内容の背景は完全には分かりませんけれどもやっぱり自由万歳という,こう表現が絵馬にあるというのは我々にとってはですね大変嬉しいそうですよね。はい えー、筒井館長にはご出演も頂きましたけれどもどうですかこの番組っていうのは。ええー、んかね<な>ラ,ジラジオで山を語るというので最初どうなるのかなと思ってましたけれども、うんえー、やっぱり、えー、こう実物を前にしてこう語ると、うんまあ、それで、えー、私はまあそういう歴史的な、うん、あ事件が描かれた絵を改めて見てなんか、えー、まあ面白いなと、うんうん、思ってあるけしが取り上げて頂い,いて一緒にありがたいい 思っております。はい、これからもぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。この番組では、県内に残る三つの自由民権運動を描いた絵馬をご紹介してきました。佐川町の野次騒動絵馬若宮八幡宮の自由万歳の絵馬は筒井館長自ら解説をいただきました。え、そして、秋市立歴史民俗資料館に保管されている懇親会石場絵馬。 実際にエマの前に立つとその時代の人々の熱い思いが伝わってくるような気がしました高知放送のホームページでは取材当時の様子やエマの画像を見ながら過去の放送を聞くことができますので是非そちらも覗いてみてください。 最後に番組に最も多く出演いただき解説をしていただいている高知県立歴史民俗資料館の学芸員梅野光沖さんにお伺いしましまたからあそうななんんだみたたいな発見があったりもするんですかそうですね、うん、やっぱりあの今はもうやってないやり方ってとかですね授、うん、業とかもどんどん進んでますので、うん、まあ今はもう見ることが ほととんどできなないような技法とかうん、うん、そういうものがあの本当に話を聞きに行く時は、うん、あのお話を聞いて頭の中で想像するだけのものの、うん、想像する内容っていうのが絵に描かれているというこれはもう頭だけで考えるよりはるかに素晴らしいことでしてですね、うん、イメージがかなり湧きやすいそういうところがやっぱり非常に発見があるところですね絵馬、うんね、っていうのは性格はどういうものなんでしょう もともとはあのやっぱり神様とかにね奉納するものですけれども、うん、やっぱりある時代から、うん、あの自分たちの暮らしや願いを込めた形で仕事の内容をどううも書き出すようになったんだと思うんですよねだからそういう絵馬になってくると、うん、あの美術的な意味とか、うん、あの信仰的な意味だけではなくて、うん、具体的なあの人々の仕事や暮らしの営みをまあ書き写したものっていうふうな意味が。 あると思いますただやっぱり絵馬は絵なので、うん、あのこれまで実際に行って何回かあの見てきましたけれども、うん、やっぱりそのまま写真じゃないんですよね多分いろんな願いを込めて大量の様子を描いていたりとかですねうん、うん、本当はあの一度に行われないような。うん 行事ののを春かから秋まで一枚の絵に収めていたりとか酒造りなんかもねそれでまあ出荷する作る様子と出荷する様子を同時に描くということもありますし、うん、そういう意味では本物そのものではないっていうところは注意した方がいいんでしょうけど,、うんどうん、それでもやっぱりあの何にも手がかりがないよりははるかに参考になる、うん、勉強になるものだと思いますね。うんはい 私も絵馬ならではの持っている魅力こういったものを感じることができました土佐絵馬物語4月からも高知県内に残るさまざまな絵馬をご紹介していきますどうぞお楽しみに